こんにちは、そしてこんばんは、イックです。現在、城の方まで入ってきたんだけどね、 E さんの日記が今回読めるっぽい。結構こと細かく書いてあるわ。なんか、某ホラーゲームの死因を思い出す。あっち思い出す。これ後からまとめて読むのもいいかもしんないね。というわけで、ドミトレスク夫人と会いまして、ビビらせんな、この野郎。なんかこのおっさん、ふぇーって言い出すんだけども。急に言うからびっくりしゅんねん、ほんちゃま。そして金はない。リバーさん、コンバイオハザードー。そんではしろー。行くぞーい。この4つのゾーンにはめる仮面を探すのよね。トムカンさん、こんばんは。結局武器の改造せずじまいできてしまったな。そして白泥棒をしに来たイーさんです。なんか金目になるもんねえかな、グヘヘ。2企画あたり余裕よな。本当だね。やっぱホラーゲームの主人公はそのぐらいの余裕がないとね。関節キッス。っていう欲望はイーさんにはないのであった。お金もっとちょうだい。妻殺されたから日記にしよう。そこはちょっと。まあでも実際確かに日記に殺されたって書いてあるしな。まあ衝撃的な事実だから日記残さないといけないよね。大事だよね。ちょっと別動画かなんかで日記を読む回とかしてもいいかもしんない。全部クリアした後にね、日記朗読会みたいな。後で出版する。イーさん、ずぶとい。超ずぶとい神経。確かにこの日記売れるわ。こんな劇的な体験してんだからね。リーサさん、こんばんは。村なのに城はあるところに来たんだけど、向こう側から買いかかってんのばっかだね。いいな、先に遊ばしてもらってますわ。ん、ちょっと待って、なんか扉に書いてある。ちょっと待って、しまって。ワインルーム拝借薬液日記。ドミトレスク城におけるワイン醸造の歴史は、現在の城主様一家が移住されるよはるか昔15世紀まで遡ります。そんなにかなり怖い。今んとこあんまり怖くない。むしろなんかジェットコースターストーリーな感じでも怖がってる余裕がないというか。そうですね、イーさんです。ワインが薬液です。イーさんめちゃくちゃ災難なんだよね、本当。なんか悪いことしたかなレベルで。さて、オルチーナ様は伝統的製法に独自の工夫を加え、蒸し返るようなコクと芳香を加えることに成功しました。中でもその年で最も出来のいいワインはサンビービエルジェ、処女の地と呼ばれ、花をあしらった特別なボトルに保存されます。だから真っ赤か、真っ赤か。でもあれだね、血飲んでるはずが実はワインでしたってこと。あのドミトレスク夫人とあの三姉妹、イーさんが一番怖い、ある意味。ある意味で超人すぎて、人を辞めすぎて。これは指輪はめてみる、使えない。謎だな。でも指輪調べてないな。取れた。この形にはまるものね。ここ体験版でもやった範囲ではあるんだけど、さっきのワインルームは書いてなかった気がするけど、この先やばいことが起こるのでは。まあでも行くしかないよね。バイオの石像イコールおめめはめる、バイオあるある。
なあ、やっぱり、やっぱり体験版の悪夢。ブス。そしてさっきのあの釣られた時の傷はもう治っている。イーサン、すごい。ブー、いやー、はい、開かない。嫌です。可愛い娘、セクシーな姉ちゃん、我慢して。ないよね、他ないよね。さっきドアあったけど他何もないよね。ないよね、ないね、ないね、何もないね、ないね、ないね、来ちゃったね、ないね。やめてください、やめてください。ないね、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 行こう。セクシー姉ちゃん日記1958年。めっちゃ古いの残ってんだよね。振り合いたくて何回も逃げずにこさえたから。まあ本当セクシー姉ちゃんだからね、 M な方にとってはたまらんでしょうね、あの姉ちゃんね。さて日記。今日からお城で詰めることになった。使用人が女の人ばかりでびっくり。上司様とお嬢様たちの機嫌だけは損えないように強く言われた。どんな人たちなんだろう。お城に来て今日で2週間。なんだかこの城は少し怖い。同僚のアデラがダニエラお嬢様に粗相をして顔をナイフで切られた。夜になると亡霊みたいなうめき声聞こえる。家に帰りたい。どうしよう。お嬢様たちが食事をしている時、あまり暑いから少しだけ食堂の窓を開けた。そうしたお嬢様たちが一斉に私を見て叫んだ。すぐに閉じろって。きっと私も地下に連れて行かれる。どうしようどうしようどうしよう。ここで日記は終わっている。まあ、ついていかれたんでしょうね。スクラップよりもお宝が欲しいな、今。金がない。すぐに消せ、すぐに消せ、すぐに消せ。なんかそれ違うのになっちゃう。夫人、行っちゃった。まあ今見つかった見つかったでやばいんですけどね。またザシュッと手切られてチューって吸われちゃう。あれエロいよね。開かない。無償なの吹きそう。フォトモードで撮ってました。確かにこのオプションメニューにフォトモードってあるんだよね。あとムービーシーンでもフォトモード起動できるし。吸ってチューって吸われちゃうんだよ。なので今は出会わない方がいいよね。お金もっとちょうだい。330ってしょぼいよ。光あれ、明かりよ。ここね、体験版の時すっごいもん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 としたんだけどね。ここの売ったらなんかボワって燃えないかなとかいろいろやったんだけどね。ここぶつかると動くのがねミソなんだよね。おずまさんこんばんは。夜枠初見、確かに来てくれてありがとう。ちょっと向こうに動きなさいよ。てかイーさん手を使え。手を使え、そもそも。へえ、やっと1個目。この発想なくてさ、初見の体験版の時さ、めっちゃ変なことしてたね。ちゃったちゃった、あ、ついた。何通仕掛けだよ。もうあとで見よう。見てみて、 YouTube の方に残ってるからあとで見てみて。本当に道中カットしてるけど実際だいぶあそこで時間食ってしまったんだよね。拷問器具というか血を流すための器具の数々。これプレス4で綺麗になったから余計にこう残酷に見えるよね。あのバイオハザード4でもこういう拷問のやつあったけどさ。そうね、体験版見てももう問題ないです。大丈夫です。赤黒い血がこびりついてる。手と首を縛ってなんかしてたんでしょうね。こんな椅子座りたくない。拷問器具の数々よ。
デモン禅でもこういうのがあんだ。あの世界でも拷問ってあるのね。恐ろしや。このぐちょぐちょはなんだね。なんだねこれ。全くもってわからない。虫の集まりでもないし。あ、普通にここでご飯もらいつつ血を絞り取られてたって感じか。ベイカーデーだったらあれ虫がぐちょぐちょしておばちゃんにナイフで口かっさばかれて食べさせられる。まあジャックおじさんでもそんなのあったけど。寝かせられて上からこのゴリゴリえぐられる。うへえ。トゲイス、下に焼いた薪とか入れて使う？あちちにして使う？うわー趣味悪い。やけどさせながら血を流す。恐ろしい。適合アリーナ・ミハイラ・ロイス・イングリド廃棄うんにゃらうんにゃらうんにゃら。やっぱ適合しない人のが圧倒的に多いってことだね。あれガブリエラってさっき三姉妹の名前でいなかったっけ。あれ三姉妹の前でガブリエラっていたような。覚えてない。で体験版このちょっと砂あたりで終わっちゃったんだよね。ちょっと展開が違うな。なんか確か敵が来たような気がするんだけど。でどんちゃん騒ぎしたんだけど。アリーナ食欲旺盛、ミハイラ食欲旺盛、うん食欲旺盛、イングリドは不安定、時折意識覚醒。これもちょっと謎だよね。食欲旺盛イコール意識があるんじゃないのって感じだけど。イングリドだけ眠ってるけど時々起きるよってことかな。ボタンボタン。お金しょぼいよ。貴族なんじゃないの。もっといっぱい落としてよ。白泥棒 E さん。だってあの商人結構値段ぼったくってくんだもん。高けんだもん。この人は下半身ありませんけども。拷問された後。末路スクラップ、あ、B、違うタイプ。初めて来た。ワイン売れば稼げそう、確かに。熱くなると皮膚を溶かしながら刺さる。だから鉄製の椅子。なんでリバーさんそんな詳しい。拷問知識詳しい。皮膚を溶かしながら刺さるってもうひどいな。スクラップ B を使う組み合わせはまだないな。レシピ買わないとダメっぽいね。他はないな。お金が330、220。ちょくない。スカパーでやってた世界の拷問器具を録画してみていた。ウェイ、いっぱい来た。あんたも初期ねって感じね。体験マン確かこの辺りで終わっちゃったんだよな。逃げる。パイプ手榴弾とは言うけど、とは言うけど、逃げる。ハンドガン。のそのそいっぱい来る、いっぱい来る。なんかブラボーにもいそうな感じの。またしても、あ、階段階段。ここは登ってこないみたいね。大丈夫ね。あ、このマークの鍵って結局鍵が持ってないんだよね。このマーク限定の鍵がどっかにあるっぽいんだけど。カサンドラの祝福。おっと。こんな面倒なことに。おっと。逃げましょう。カサンドラ、さっきのメモにあったのだ、なんだっけ。ガブリエラだから違うわ。イーサン美味しくないよ。あーこっち来ちゃった。イーサン美味しくない。だってイーサンは結婚済みだから、処女じゃないから。おかしい。
あっち行けねー、こいつ通らないとダメか。ほんと聞いてるのか分かんない、聞いてるのか分かんない、聞いてるのか分かんない。逃げろー、童貞やろ。なんで子供でいるねんじゃあなんで子供いるねんあー正面から来た、どいてください、ブヒブヒ。こっちか、真っ赤な色の血がね。ショットガン弾、ショットガン対抗しろってことなんかな。今撮ったのなんだろう、見てる余裕がない逃げろー、ブヒーブヒバシバシ。やっぱり効かない？ん？あ、光だ。ほんとどこの悪の幹部やねん、悪の幹部。やっぱやらないといけないっぽいな。おい、リーチ長い。今ない、た、今までいける。私たちに歯向かうなんて許せない。風に弱い、でも日光に弱いって、日光に弱い時の感じよね。窓を開けるなって言ってたし。やったか、やったか。この感じのあのセブンの言い方とクイキンと一緒の死に方してるね。霊場のトルソー、あ、これをさっきのはめるのかな。ナイス、ありがとう。やっぱショットガン取っといてよかった。ここ狭いもん、ハンドガンではきついよ。うん、なんだかんだ城の中暗いから分かんないけど、今お昼なのよね。偶然窓が割れたのか、誰かの付け出しがあったのか。エイダーなわけないか、さすがにさすがに違うか。今のアイテム、あれ、キーアイテムじゃないん、あれ、トルソーって今取った、トレジャーだったなんだよトレジャーだったよ、売るんかい。気合で戻すんじゃないのか。ってことは戦わなくてもよかったのね。なんだよなんだよ、頑張っちゃったよ。もうついでにちょっと取り逃しがないかもう一回チェック。初見の時はとにかくアイテムがいっぱいないと不安。あ、木箱、お金300円ばっかり、300円台ばっかり。うん、こんなもんがね。しかし急に窓割れたのも謎だよね。強風とはいえここだけ割れる。やっぱ誰か銃弾撃って援護したって感じだよね。リバさん全敵排除してる、すごいさっきのいっぱいわらわら来たのよくできたね。あれ、あんな狭いところで。ここは精肉工場？いや、工場ではないか。あ、ここも窓開いてる。調理場、ワイン。うーん、てか指が復活しないよね、さすがに今回は。これがあの処女の血のワインね。調べる。また一人地下送りになった。あの娘はスープを少しこぼしただけなのに、みんなが知ってる。地下に行ったらもう帰っては来れない。血を抜かれて恐ろしい勇気に変えられる。骨と皮だけになったあの娘は腐ったネズミの死体をかじっていた。次は誰の番かしらね。ってことはさっきの頭巾かぶった敵って慣れの果てってことか。血を抜かれて、なんか菌だかウイルスか入れられて、ゾンビ的な。イーサン撃った銃が長弾して割れた。あー、そういうことか。なるほど。やっぱホラーゲームの主人公は運も必要よね。結構ハンドガン弾いっぱい入手できてきたね。85発もあるわ。あとはショットガンがあればな。コンペンセイターなんですかそれ。あ、改造パーツだって。初めて聞いたわ。
ハンドガン用のパーツ。じゃあつきましょう。今回フォーみたいにハンドガンもいろんな種類あるんだよって感じではないよね、多分。セブンではなかったし、多分これっきりでしょう。つけましょう。トロフィーゲット、ガンスミス。コンペイトーだ。似てるけど。確かに似てるけど。コンペイトーだ。単純の鍵。キーピックいつ入手できるんだよ。初回購入特典のアイテムの数々はいつになったら使わせてくれるのか。あ、キーピック。一個だけではちょっと。までも開けましょう。トロフィーゲット、スケルトンキー、木彫りの女神像。多分これも売るやつだろうね。うん、売るやつ。キーピック無限にしてほしい、本当に。各所で入手しないといけないのは厳しいね。ここが食堂。あ、メインホールとつながってきたね。で、中庭の鍵って今見えたな。まあ、その前にちょっといろいろと探索。閉まっとる。ここが中庭の鍵が必要。意外と何もないかな。あと村にあったの羊の壊せるオブジェって、結局あれ以降全然、あ、見つかってないな、そういえば。鍵を外した。これがメインホールでしょ。で、こっちが今来た道だね。メインホール行ったとして、なんか取り忘れてるアイテムがあるらしいんだけども、なんかあったっけな。いい城だな。でかいな。マップで見るとこのでかさあるもんね。超でかいよねこれ。で、上司の部屋に向かうのが目的なんだけど、結局ここの仮面が全然解いてないよっていう。まあ、ちょっと一旦鍵外して証人のとこ行こうかな。と言いつつ逆走しているよ。マップ覚えられないまん。じゃなくて、いや、メインホール行ってからだわ。なんか遠回りしてる。ん？ん？なんか違うな。こっか。ご愛顧に感謝しまして、新しいサービスをご用意しましたよ。はあ。今回は何をお求めで？もうその前にお金作ってから。ウィンターズ様。やっと18,000。で、新しいのがスナイパーライフルはまだ銃がない。新しいのってどれ？地雷もやっぱあった方がいいかな。どうしようかな。アイテムスロットはまだ使うほどアイテムないしな。拡張しなくてもいいか。武器改造したいんじゃ。装填数上げてちょっとアイテム欄稼ごうかみたいな。こう見えても手先は器用な方でしてね。あんな太っちょの指でよくできるね。しちゃえしちゃえ。しちゃった。ショットガンもちょっと装填数上げてアイテム欄のちょっと稼ごうか。おや、おいえ、何もできました。何今の不穏なこと。親じゃないよ。一気に金が吹っ飛んだ。何買うんで。昔の友の口癖でしてね。昔の友ってもしかしてフォーの証人じゃないでしょうね。レシピちょっと買ってみるかな。地雷。使うかどうか分かんないけど。ご利用ありがとうございます。同情するなら金をくれ。全くだで。
金がすぐ飛んでく。ちょっと待って、回転がちょっとフォーと操作が違うので、この辺整頓の仕方違うのね。時代はスクラップ A と B を組み合わせるのね。まあ、まだ置いとこうか。まだセーブ。ショップあると個性出るから、そうだね、どの武器を強化するのかとかプレイヤーによって違うよね。で、相変わらずここにはめる仮面が全くもって見当たらない。ワインルームに行けということかな。ここにはめるということかな。おお、隠し通路。宝箱、中庭の鍵。よしよし、新しい場所行けるようになったね。で、新しい場所行けるようになったイコール新しい敵が来るフラグのような気がしなくもない。中庭まっすぐ。お城案内。やっぱりやっぱり、まあ、ここ広いし、まあ、避けていけば、まあ来る。早い。避けていけばって言った瞬間噛まれてる。どんな感じ？痛い感じ。早いよね、本当噛みつきが早いわ。こっちは来ないみたい。回復は今1個だけ。もう1個作っとこうかな。というかショットガン生成に薬液使うのがな、なかなか弾作れないよね。まだいっか、薬液取っとこう。イーサン噛みつかえて羨ましいドMめー。しぶきが出るほど超痛い噛みつきだけどいいの？優しい噛み噛みじゃないよ、甘噛みじゃないよ。いかにも怪しい部屋。美女だから許す。そうなの痛いのに。ここもなんかの鍵がいるわけね。ここは完全に閉まってるっぽいな。これはそもそも扉でも何でもないね。あ、こっちがドミトレスクの鍵ってことは、あの夫人がいるわけか。まあまだ先だろうけど。極限の痛さは極限の快楽に変わるのだドM喜びはいつか、あれ、痛いじゃない、痛みやつか喜びに変わるんだね。なんかドミトレスク夫人の後を追うストーカーしてるイーサンみたいな感じになってんだけどストーカーイーサンになっちゃった。私は追跡者ではないぞ。薬液、よしよし。イーサンがハーハーしながら追いかける変態。これでも妻と子供がいるのに。ちょっと今変態の気遣いできないわ、旦那いるしちょっとできないわ、やろうかと思ったけどやめとくわ。なんか手に入るお金が330が多いんだけど、これもなんか意味がある数字なのかな、語呂合わせ的な。
豪華なところに来た。このお城リアルに行ってみたい。税込み330円。そういうこと。よくも私の娘を痛めつけてくれたわね。うん。声は聞こえるけど、ここはドミトリスクの部屋だろうね、おそらく。うん、鍵いるし。お、地図？本館の地図。本館があるイコール旧館とか新館とかあるんだろうな。上司の部屋、沐浴場っていうのかな、これ。お風呂、お風呂行くぞい。フランス行った時はこういう宮殿見て回った。いいな、ヨーロッパでそういう旅行とかしてみたいな。ちょっとお風呂行く前にこっちの方なんもないかな。ハンドガン弾結構手に入ってきたね。ちょっと節約しすぎかな、これ。ベルサイユ宮殿、おお。一度は行ってみたいな。死ぬ前に行って一回行ってみたいな。ただの夢です。願望です。ただの夢です。いざお風呂場、ガチャ。誰もいね。誰もいね。そして赤い、やっぱ血のお風呂なんかな。なんか昔の伝承とかで美女が若さを保つために若い男女の生き血をお風呂に溜めて毎日浴びていましたっつうのあるよね。まあ大体若い女性なのが多いんだけど、ビブがイヤンって出てくる。そっとじするわ。なんかこの辺の銅像もなんか意味ありげな感じがするな。ドラクラ夫人の、そうそう、なんかそんな感じのやつ。あとなんか地獄先生ヌーベイにもなんかいたじゃん、そういうの。女の妖怪でなんかそういうのいたじゃん。イーサンも入る、ドボン。いい湯だなって感じではないな。この眺め見てなんか逆に襲われそうだわ、これなんか。ね、ヌーベイにもいたよね。特になんもないな。あ、男と女が目を合わせてはならない。卑しき農民は誰にも見向きされず、女を見ることも許されない。象を回せってことか。目を合わせてはいけない。でもなんか回す的な、あった、調べる、回転、なるほど。目を合わせるな。そっちの方面にしか向かないのね。これは女性かな。でこっちが男性ってことよね。ヒント今に解いちゃった。あらまあ。適当にガチガチやったらみたいな。これ女性同士合わせても問題ないんだろうか。いや、その前にちょっと男を見てるのをどうにかしましょう。男同士見つめ合えばいいんじゃない。あれ。ダメなの、ダメなの。女性同士見つめ合わせる。男と女見つまってはいけないってなってるけど、さっき農民はうんたらって言ってたの。女を見ることも許されない。農民が女を見てはいけない。ていうかどれが農民なんでしょう。これこれかな。あ、ブドウだし。農民は見てはいけないってこと。見られてはいけない。他の象の視線を農民に合わせてはいけない。女見ちゃう。あ。あっていう。隠し扉。パカーン。お股がパカーンしちゃう。パカーン言いさんになっちゃう。またはしごバキーってならないよね。鋼鉄のはしごだわ、大丈夫だわ。
うん、オートセーブ、嫌な予感。冬場で隠し扉作んな、本当に。あ、羊やっと2個目。テイ、あれ。チェイ、やっと2個目。ここなんか偽装だね。なんだここは。なんだここは。唐突に喋り出す。なんかバイオハザードリベレーションズ2になんかこんな血の池とかあったような気がする。そういえばあれも結構拷問とかがメインだったし、人の恐怖で強化するウイルスだったから。スクラップ。バチャーン。なんだここは。そんな感じで急にダミ声になったイーさん。そして今バチャーンと押してきたけど、ばあちゃん。ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃんだけに。何でもなかった。足つかんでくるかと思ったけど何でもなかった。ハンドガンめっちゃ余ってきた。むしろ、やりましょう。狭いし。敵倒した方が結構お金持ってるね。今度は硬いぞ。ばあちゃん硬いぞ。ハーブー、ありがたや。ハンドガンまたまた。ん？ホールド？ここを？閉めちゃう。閉めちゃう。脅つからついつい倒しちゃう。確かに余裕出てくるとガンガン行きたくなるね。最初はもう余裕なかったから逃げまくってたけど。サイコブレイク、そうそう、そんな感じもあるね、確かに。ん？ん？どこ？今、あーって言ったけど、どこ？どこ？どこ？いないぞ。あ、いたいた。おう、危ない。680円。ウハウハですな。ここ閉めたい身ってなんだろう。自分で道封鎖しちゃったな。税込み680円。もっと落としてもええやで。危ない。危ない。今度はきれいに600円。そういえばこのお金の単位ってなんて読むの。 LEI レイライ。ヨーロッパの通貨はわからないの。お、ショットガン。ショットガン今回弾が渋いね。ほんとなかなか落ちないね。なんかこの辺お化け屋敷な感じがする。この辺上からブラーンって。あった、これは絶対食らうな。近すぎる。内心ちょっとびっくりはしたけど、アンギャーとは叫ばないのが私です。ルーマニアで、レウって読むのね。愛じゃないのね。レウなのね。で、このブーツがなんか、セブンのエブリのブーツに似てるのは、ただの偶然？偶然？これ結構標準絞った状態にしないと、おっと。敵が結構突っ込んでくるね。なんでもない時にバンバン撃ってもあんまり効かない。標準絞らないと。そして頭打てないとひるまない。目の前にいるやんけ。危ない。無限負けじゃないよね。あと移動しても標準絞った状態なのはありがたい。やったか、やったか。サイジャマ様、あんなのブーツやで。
まあ行く見かけるブーツではあるね。ただの偶然かな。うん、見つかってるか。パンチラ。パンチラ。っていうほどパンチラしない。ももチラ。素足チラ。まあさっきの日記によると、なんか使用人たちがなんかミスったら地下に幽閉されて、あんたらかんたらや、だから女性かな、ここの敵って全員。敵の姿はブラボーみたいだね、本当にね。似てるね。やっぱ洋風ファンタジーってなると似ちゃうのかな。私の足チラ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 。まあ過去のツイッターでも遡ってもらえればなんかあるかもよ。なんかあるかもよ。熊の毛皮ダイで、ここがテラスね。タイプライターと、うん、タイプライターだっけ。うん、一応セーブしようか。試験に来たお手伝いさんは私が調教し直します。変態。変態。お、へそくり1000ラウもらった。ラウ、レウ。レウでした。お金の単位がやめません。レウでした。ユウさんこんばんは。イーさんの足場しょっちゅう落ちるね、ほんとね。覗き見マジで、なんかドミトレスク夫人のストーカーとかしてんな。近い、でかい。よく見つからないね、バレろ。よく見つからないね。電話。マザーミランダ、残念なご報告なのですが、ハイゼンベルクは愚かにもイーサン・ウィンターズを逃したようです。お化粧しながら電話。奴は今私の城に踏み入り、娘たちの手を焼かせております。もし見つけたら。いえ、ミランダ様、儀式の重要さは私も重々承知しております。必ずやご期待に。儀式。儀式など知ったことか。ドミトレスク家にあだなす者は決して許さない。うん、なんか逆らう感じがするねこれ。電話ごとぶっ壊しちゃったよ。怒らせたら怖いね。マザーミランダは儀式を従ってるけど、ドミトレスクはそんなんどうでもええって感じだったね今。娘とイーサン結婚すれば解決。確かに。確かに。でもイーサンにはミアとローズがいるから、ダメだよ。あ、替えの服、ちゃんと同じ服が用意されてる。お、鍵。まあドミトレスク夫人たらドジっ子ね。これ新聞かな。ミランダお母様に呼ばれる日記だわ。巫女の父の処遇を話し合いとのこと。血のつながりはないとはいえ、奴らと兄弟扱いされると虫ずが走る。特にあのハイゼンベルク、下品でそやな卑しい血の男、お母様が止めなければこの手で引き裂いていた。あのブラッドボーンにいそうな感じのあの人ね、ハイゼンベルク。殺人マシンがぐるぐるな人ね。バイオといえば洋館というか、今白です。ドミトレスク夫人に刺す鍵、意味深。コーポンさんこんばんは。うん、巫女が男なんだね。巫女の父の処遇、いや違うか、巫女の父って今イーサンか。多分巫女がローズのことなんだろうな。ハイゼンブルクとは、うんうんうん、
なぜお母様は私を奴らと同じように扱う、城を与えてくださったのも従順な娘や不死の血肉を与えてくれたのも私が特別だからでは。喉が渇く。これどういうこと、誰書いてんのこれ。バイオエイトです、ビレッジです。三姉妹の誰かかな。従順な娘、三姉妹のうちの誰かだったら従順な娘って何のこと。三姉妹の下にまだ誰かいる。あな、四貴族の誰かってことか。あ、ベッド、どこにいる。うん、よし行くぞの娘。行きなーと見つけたわ。あんたの扉元でかく作った方がいいと思います。どういうことだ。ギャー、ポケなネズミの分際で小賢しくも私の城に入り込み、そればかりでなくその薄汚い手で娘たちに手をかけ。すいません、正当防衛です。今度は私の大切なものまで盗もうっていうのは。ひー、イーさん大変。冗談じゃないわ。床抜けるほどの衝撃。そこで待っているがいいわ。地獄の底まで追いかけてその体を切り裂いてあげるから。畜生、何とでも言え。何とでも言え。なんかイーさんとダミ声になってきた。井上さん本当ハマってるよね。怖いです。怖いです。本当日本語版もなかなかええよね。私的にバイオハザードは英語音声ってイメージはあるんだけど、やっぱ一番こう入り込みやすいのはやっぱり日本語だね。まあ2週目英語音声とかしてもいいかも。っていうかこのマップって新しいとこね。何度でも言え。ダミゴエイさん。今作もというか前作以上にイーサンめっちゃ大変なことになってます。もう左手の指がねないんだよね、これ指が2本なくなってます。ダミーさん。ダミ声イーサン、ダミーさん。そしてしょっちゅう左足にグサ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 刺さるしさ、で手もグサグサ刺さるしさ。今作のイーサンほんとひどいよ、かわいそうすぎるよ。チカロなんか牢獄的なところ多すぎない、ちょっとなんか敵とバトルありそうな感じの地形してんなこれ。いかにもありそうじゃない、なんかバトル。何の力もない一般人なのにね。ほんとセブンの頃のあの超回復力はもうないはずなんだけど、まあでもちょっと後遺症的に残ってるのかもしんない。なんだかんだ右手の支えた後復活してるし。おお1000円、白泥棒イーさん、薬液ありがたい。またガッチャン。クソじゃない、クソどころじゃない。逃げられると思った。今度は右手か。バラバラに切り刻んでやる。かわいい我が子に会う前にね。これ銃撃てない。あ、片手を撃てるか。使えない、使えない。マジかよ、右手じゃないと銃は撃てない。そういうことなのね、左手では撃てないのね。クソで済まないよこれ本当。前作で左手失ったけど今度右手か。食事するわ本当に。もうここ行くしかないか、右手。また手を回収する。右手、手を回収。あちょっとアイテム欄開いてるときに時間進むんだっけこっち。しまった、笑ってる場合じゃない。しまった、笑っちゃった。今度は左手を持ち歩く、じゃあ右手を持ち歩きます。前作で左手持ち歩いたけど、いいサウンド手は取れるもの。スタッフは手に何の執着があるんだ。いいさんかわいそすぎるのよ。そうなのよ、
ポンちゃんもう笑っちゃおうじゃないか。もさっくり、いきなりさっくりだもんね、本当に。そして自分の手を回収するという。もう一回さくれん。クソじゃない。逃げられると思った？バラバラに切り刻んでやる。なんか要所要所出てくるあたり、なんかかわいい我が子に会う前にね、スーのタイラントっぽい感じをするね。でかいし、スッと回収されるって。そうなの。スッと回収される。荒らしたといってもちょっと白泥棒しただけです。バイオンもはやホラーではない。そうなの、笑っちゃう。ギャグとホラーは紙一重。右手回収。右手を回収。あ、来ちゃった来ちゃった来ちゃった。右手回収。父とケツがでかいタイラント少年の今この状態で止まってるよね。右手、右手。今回右手持ち歩く画面にはならないね。全速度律儀に持ち歩いてたような気が。いや、持ち歩いてはないか。あー、来ちゃった来ちゃった。急げ急げ、手間を取らせないで。逃げます。あー、一番のほら、おー危ない。これ部屋つながってる？ガチャンと開けたけどつながってるね。あ、ここか。逃げろーい。これだね、鍵。なんだこれ、仮面。あ、これで、あの入り口の4つの像。あ、これ Z 指定です。18禁です。エレベーター、お手手がない。また薬液でくっつけるの？また薬液でくっつけるの？マジか。マジか、またか。腕切られて冷静なイーサン、そしてまた薬液でくっつける。やっぱ感染の後遺症残ってんじゃないのこれ。お前が一番怖いわ本当に。マジ残った。よしじゃない。よしじゃない。なんだよお前の方が白と黒か、お前がなんだんだよ。やばい。お前が一番怖い本当に。もうお前が何なんだ。よし行くぞではありません。人間じゃねえ。前作はあの不死の得意菌言い方に感染してるからって説明あったけど、今回それないはずなんだけどね。どういうことなのこれ。後遺症としか説明がつかない。もうよしって言っちゃってるし。まあ経験者だけどさ、手くっつけたけどさ、ここは新しい場所か。地図別館。お、歌劇場あるって。おお、退屈しなさそうね。当たり前のようにくっつけちゃう。前作で経験済みだからね、仕方ないね。最強じゃないですか。そうなの。前作では手と足切られてるけど、薬液ドバドバーって復活したんだもんね。ある意味歴代主人公の中で一番タフだわ。武器使えるぞ、右手だから使えるぞ。お手紙。奥様の口紅を見つけたものは浴室に戻しておくこと。非常に高級な特注品です。決してよからぬ心を起こさぬように。ということ、よからぬ心ってどういうこと？ちょっと縫っちゃおうってこと？使っちゃおうってこと？バシャバシャ、よしじゃないよっていう。もう笑っちゃうじゃん。もう鍵穴合わない、ダメか。歌劇場方面に向かっております。これは術後1日目、処置が終わってから3人とも死んだように動かない。長女となる娘の口から1匹のハムシが出る。ハエのように見える。あの3姉妹の話ね。
術後2日目、3人の体に無数の虫が湧いている。体の各部が虫に加えているように見える。窓を開けると虫がポロポロと床に落ちる。どうやら冷気に当たると硬直する性質らしい。慌てて窓を閉じる。日差しに弱いんじゃなくて風の冷たさでひるんだってことがさっき。術後4日目、ほぼ全身を虫に食い尽くされた人の形の黒い塊がうごめいている。昼過ぎ、娘たちの体の部位ごとに虫の色が変化してくる。顔の虫は青白く、唇の虫は赤くといった具合。イーサも人間やめました。間違っちゃないわ。術後6日目、虫の塊が娘たちの姿に戻る。もう人間にしか見えない。3人が起き上がり、私を見つめる。うつろな視線だが、親子の情を感じる。名前をもう決めてある。ベイラ、タニラ、そしてカサンドラ。ってことは、本当の娘じゃない、もしくは赤ん坊か幼少時に死んだ三姉妹をこの怪しい術で復活させたってことっぽいね。なんかそんな感じっぽいね。で、ドミトリスクだけが人間の状態からなんかこう変化したって感じか。三姉妹はすでに死んでいた状態ね。クリス、やっぱりイーサン排除しないとやばいわ。襲ってきたのそういうことかーって。そして声がするな。人狼かな。普通にいるわ。普通に徘徊してるわ。まあ一匹だけなら。一匹だけならとってことはないね。単純な鍵だからキーピックがないんですよ。初回購入特典のアイテムの数々、マジでどこで入手できるのか謎すぎる。フォーぐらい弾落とせばな。ほんとね、敵は弾落ちないね。お金か回復かって感じだね。押し返す。押し返せない。押し返すやったことない。わちゃわちゃ。お手でわちゃわちゃしちゃった。金属球、あ、これでやった。あの商人のところのギミック動かせるね。なんか同じような刀があるけど、めちゃくちゃになっちゃってんね。こっから戻ればいいわけね。歌劇場、あ、この下に舞台があるから、上から見ていたってことか。なるほどね。ここの奥行って下降りる。こっちじゃないよ。ピアノ。バイオハザードイコールピアノイコール月光を弾くの。唐突。唐突。わかんない。わからない。多分何かアイテム組み合わせるんだろうな。さすがにノーヒントすぎるこれは。さすがにほら弾けよって感じで唐突にパンと見せられたけど、わかんない。ピアノ習ったことねえからわかんねえよ。マジこれ弾けってこと？マジわかんないんだけど。ピアノ習ったことないよ。どれがどうかわかんない。どれがどうかわかんない。マジどれがどうかわかんないんだけど。なんか他のヒントない。学名なし。体長5から6センチ。体構図は大黒バイにいるが、顎が異常発達、肉食性で性質は極めてどう思う。うわ、なんか虫型のクリーチャー来そうねこれ。積んだ。マジでどこがどこかわからない。カドゥーがユトヌシの人体に産卵することで発生する卵管が退化しており、虫自体の繁殖能力はない。寄生虫みたいな感じじゃないこれ。集合フェロモンで軍隊を形成し、人間に擬態、獲物を油断させ接近捕食する。あ、これ三姉妹の状況ってことか。
特徴として急激な気温変化に弱い。特に摂氏10度以下の外気に触れると全身の筋肉が硬直し生命活動を停止する。まあ今この世界冬らしいからね。クマムシは眠りゆすり科に見られる。クリプトビオシスと似た状況か状態か。はあ、セリピアノどうしよう。ピアノが弾けねえんですけど。ピアノ弾けねえんですけど。当てずぽにやってできる量の選択肢はないしな。ピアノのどれがとかわかんないんですけど。ちょっと鍵だけ外しとこう。クマムシは耐性最強。あ、なんかすごい南極とかでも生きてるんだったっけ確か。なんか宇宙とかでも生きるらしい。問題このピアノなんだけど。ドがわかんねえ。一番最初これがドと思えばいいのかな。ドレミファソラシドドレミファソラシドドレミファソラ。わかんねえ。旦那の補助入ります。でんで、あ、この押したやつに合わせればいいのか。そういうことか。あ、ピアノわかんなくてもできるぞこれ。いけるぞ。そういうことか。片っ端からでいいんじゃんこれ。よかった、片っ端でいいんじゃん。よかった、ピアノ読めない私でもいけるわ。片っ端からやればいいんだもんね。でけた、自動演奏を。ピアノ演奏適当です。鉄格子の鍵なんつギミックだよ。よかった、適当でもなんとかなる設計でよかった。親切しようでよかった。マジでピアノ知識ないと無理とかもう無理です、ダメです。こっからちょっと承認の方まで行っちゃおうかな。でもなんか中には取ってないものがあるらしい。敵の声が聞こえる。おう、いつの間にかいた。あらら、そんなすぐ横にいたら反応できないでしょ。 FPS の弱点よ。うん、複数いるわ、逃げるか。おお、いつの間に。FPS の弱点よ。これいるかな、ピアノのいるかな。ピアノ弾けない人を混乱させるための罠だったんだよきっと。弾くためにあの鍵出てきたら邪魔だよな確かに。冷静に考えたら。弾くためにカチャカチャって出てくる。しかも鍵盤の蓋が下りるから弾けない。ふう、これはご無事で何よりどうでしたか。ローズはいなかった。状況報告。なんとも残念でしたな。まあこの城を出る頃にはまた道も開けましょう。何か必要なものはありますかな。本当なんだかんだEEさんのストレス発散源になってる気がする。新しい発見がありますぞ。会話できるしね。何かご入用ですかな。ごますり。あ、そういえばお宝特に取ってなかったな今回。新しい品を仕入れましたよ、ウィンターズ様。どれ？と言いつつあんまり変わってないよ。じゃあ風鈴さんキャラ合ってるよね、本当ね。声聞いて一発でわかるよね。そろそろ拡張結構金かかるな。先にレシピ買っちゃうかな、スナイパーライフル。入手したときにすぐにこういろいろと用意できるように。今後もごひいきに。
なんかこう、チョップ終わった後、イーサンが銃構えるのが、なんか怖いな 一瞬銃を構えるふりを入るんだけど、お前を撃つぞみたいな で、スナイパーはガンパウダーとスクラップ、薬液。薬液今回使いすぎ。ショットガン弾も使うのに。撃て撃て、ダメでしょ。さすがに今回撃てない。で、この金属球入れてみよう。始まった、なんかミニゲーム始まった。ピタンコラスイッチ、チャ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 、見えないんですけど、チャ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 ピタンコラスイッチ。失敗 失敗。てか、どこ入れればいいんだよ。薬液回復で使うか、ちょっと使いたくないってなっちゃうんだよね。この独特のカメラの傾き加減がなかなか難しいね。まだコントローラーモーションセンサーじゃないだけまだマシだね。ちゃ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 、見えない ちょっとあそこ行った時見えなくなっちゃうんだけど、真ん中行くと角度的に見えなくなっちゃうんだよね。あの光ってるところ入れろってことかな、やっぱり。ちゃ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 ち
見えないっつの本当もしかもあの穴の光ってるところの手前に穴が置いてあるっていうね、嫌がらせ設計、さすが狂気のアーティスト、出来栄えも嫌がらせが満載だわ。あはあ、ピタゴラスイッチ、あれダメだわダメだわ、もう最終的になんか電撃イライラボート貸しそうな気がする、あまりにも失敗すぎて。むしろこれタイムアタックの時の一番の障害かもしんない。バイオハザードイコールこう見えないんだって、見えないんだって、おおおおお、ピタゴラスイッチ、よし来た、おめでとう、トロフィーゲットローラーボール、シンクの結晶骨、なんかこれ人骨うんたらだったよね確か、ナイスありがとう。これタイムアタックの時の一番の障害だね本当に。トレジャーだった、なんだよなんだよ、じゃあ別に絶対やらなくてもいいんだこれ、高額換金、もちろんです、びっくりどうしたのびっくり、8000円、おおほうほう、何買うんで昔の友の口癖でしてね、ちょっとアイテム拡張しとこうかな、今んとこパンパンではないけど、そのうち、うん、でもにゃー、ロングマガジンで、でも高いな、9000円か、そろそろ拡張しようかな、やっぱり。人の背中は重荷を背負うためにあるというが、まだ背負い足りんようですな、うふふ、今後もごひいきに。さてそんじゃ時間的に今夜の配信ここまでにしましょう。やっぱお城長いね、てか村があっという間に終わっちゃったね、お城がメインかな、まだ行ってないとこあるし、というかそもそもこの四天使の間の謎解きしないとね、まだ仮面足りないし、ふいーんふいーんというわけで次回も頑張っていくのでよろしくお願いします。前回足を切られて薬使って蘇生、手もちなみに薬使って蘇生、首切られて薬使って直しきが首はさすがにちょっと首はさすがに死ぬと思う、さすがにまたクソって言いながら直すんかもしれんけど、首取られたら喋れないしな
さすがに首は止まないと思うけど、イーサンのこの超人的な回復力にまた期待しながら頑張っていきますので、よろしくお願いします。それではご視聴してくださった方々、コメントくださった方々、どうもありがとうございました。そしてお疲れ様でした。それではまた。